とりあえず夕方までにもう今日中にっていうのは今やんなきゃっていうので、まあ、大体6時ぐらいまで仕事やって送信してっていう感じで、暗くなってから買い出しパターンですね。スーパーに行くのが仕事みたいな感じなので、はい、家のもそうです翌日使うものだったりとか試作のものだったりとかっていう感じで日課ですね。買い出しついでにいっぱい飲んだりする時もあるので、いつも行くお店があるんですけど、そこにちょっと寄って一杯だけ飲んでそれから帰るっていうこともありますね。夫もいたりいなかったりするので、まあ、いたとしてもやっぱ先にアペロしちゃうんですね。夕食前にとりあえず乾杯してちょっと簡単に作ったりとかして、それでお腹の空き具合でパスタだったら食べれるとか、なんかそういう感じで飲みながらつまみながら今日何作ろうかなみたいな緩い感じです。でもフランスの友達の家でアペロした時はものすごい量の品数、もうソーセージとかハムとか、あとそのアペロ用のしょっぱいお菓子とかもあるんですけど、もう何でも出てきて、もうそれだけで、ね、お腹いっぱいになっちゃったんですね。本当にちょっとだけ食べる時もあるし、でもそれがなんか延長して食事になっちゃったりとかする時もあるので、だからそんなにルールはないです。なんかいろいろ作ってるから結構シンプルなものを食べたくなるっていうか、今日もこれもオリーブオイルかけるだけなんです。ビネガーとオリーブオイル。サラダとかだと取り分けでバサって作っちゃうんですけど、あもう立ちたくないっていう時はここでもうザルのままとかちぎったりとかそういう感じ。ちょっといつもと違う場所で調理するっていうのも楽しい。朝から晩までなんでちょっとあっちに行きたくないなっていう感じですね。やっぱりだいたい散らかってるので一日の終わりはここでやりたいなと思って、だからいつもカセットコンロとかもうここでやろうと思ってここでなんかお肉焼いたりとかする時もあるし、まあ、パスタはね向こうで作るけどソースだけここで作ったりとか、カセットコンロも鍋の時以外も使うのおすすめです。卓上ちょっとキャンプじゃないけど、羊いや小麦で買うか迷ったんだけど、ちょっと一掃したいなっていう時は何時とか関係なく床拭きますね。それかもうすごい仕事であーってなってる時とか床拭くだけでなんかスッとするとか、なんかね私は本当洗剤スプレーがあるんですけど、お湯にそれとレモンユーカリかそれのオイルちょっと入れて床拭くんですよ。そしたら香りがふわーってなって床拭きたいけど疲れてるって時もあるじゃないですか。気持ちは拭きたいんだけれどもって、そういう時やっぱなんかちょっとプラスアルファで香りも楽しみながら、そしたらちょっと苦じゃない、あ拭いてよかったってなってあと今日はモロッコのお菓子をアレンジしたやつで、ビスコッティがあるんですモロッコの。それを普通は甘いんですけどちょっとしょっぱく作ったやつとかチーズとか入れて作って、まだ焼いてないんですけど、この中に入ってるアリッサって、北アフリカの、辛味調味料なんですけど、それも自分で作ったやつ、この赤い唐辛子の調味料ですね。しょっぱい焼き菓子っていうんですか、
か。いつかお店やった時に出そうと思ってるんですけど、まあ、そういうのを作ったりとか、中東系のお菓子だったりとか、そういうのをねいつも大体作っときますね。そしたらちょっとつまんでお酒ちょっと飲んだりとかもできるので、アペロ用のお菓子。余裕があれば仕事の原稿を書いたりとかレシピ書いたりとかします。あ、でも結構ご飯食べた後うたた寝しちゃったりとかして、やりたいなと思ってパソコン置くんだけど集中してないですね。それであっち休んだりとかニュース見たりとか、そしてなんか お腹が落ち着いて、まあ、12時1時とか2時とかになった方が逆になんか目が覚めてくるっていうか、変なサイクルなんですけど。海外に取材とかで行っても目覚ましかけたことないです。普段時計もしてないし携帯見るだけなんですけど、どうしても時計も40分以上進んでたりとか、それもまあいいかなと思って1時間超えたら元に戻すんですけど、やっぱりどん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 進んでいくんですよね時計が。もう自然のまま体のままです。いつもじゃないんですけど季節の変わり目とか、なんかちょっと疲れてるなっていう時はお給したりしますね。ね、夫がちょっと体調を崩した時に病院には行ってたんだけど、そのなんかやってあげられないかなと思って、お給は手っ取り早くていいかなと思って、で自分もやるようになったんですよね。やっぱ仕事してると切実なので、洗い物とかすごいした時とかも朝とか指がこわばっちゃったりするから、やっぱりそうケアしないといけないので。